バセットロークはイギリスの模型技術者。ノーサンプトン出身。組み立てセットや鉄道模型、船舶模型等を生産したバセットロークを創業した。現在では、博物館になっている彼の家を改装した、建築家で設計者であるチャールズ・レニー・マッキントッシュの講演者になったり、同様に彼の会社の衣装を手掛けた EW トワイニングのステンドグラスを購入したりした。 ビングのようなドイツの玩具製造業者たちと密接な関係を築き、ドイツ工作連盟の機構のようなドイツ製の先進的で独創的な設計を取り入れた。バセット・ロークは13歳で学校を離れたものの、彼の旅行と彼の人生で出会った人々との交流に、彼の多くのアイディアを吸収した。彼の会社は各地に進出したが、彼自身はノーサンプトンを離れようとはせず、 様々な団体の発起人に名を連ね、ノーサンプトンの発展に貢献した。2011年には、任川の川岸付近に、彼の功績を称える像が建立された。父ジョゼフ・バセットは、ノーサンプトンで、ボイラー校をしていた。母はその妻イライザ。妻は、フローレンス・ジェーン・ジョーンズ。二人は1917年3月21日に、結婚した。ありがとうございます。